はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、松芝です。それでは今回もウェル2020やっていこうと思います。今回は月曜日ということで、国 FP 今回来てくれてるんですけれども、このね、ドイツ、ポルトガル、スペインが来てくれました。引いていく順番ですね。ポルトガルから最初引いていきたいと思います。ポルトガルはね、なんてたってこのね、100ロナウドが今回来てくれたということで、レビマ総合値がね、100になってくれますと、 CF に置くと総合値101まで上がります。誰もが知ってる最強の選手ですよね。今回のロナウドは過去1でフィジカルコンタクトが高くって、95までレベマにしたら上がってくれます。欲しいな、100ロナウド私持ってないのでね、来てくれたら嬉しいなと思います。まあ何も言わなくても強い選手なんでね、これ以上の説明はやめておきましょう。ということで、続きまして欲しい選手、ブルーノ・フェルナンデス選手ですね。この方も狙っていきたいと思います。レベマ総合値が97まで上がります。個人的にはね、ポルトガルガチャの中で一番当たってほしい選手かなと思っています。2列目からの飛び出しで、今週のライブアップデートがね、 B なので、当たったら即スタメンで使ってみたいかなと OMF の選手思っています。スキルも結構いいの持ってますし、まあ、数値見てもかなり強いのでね、フェルナンデス選手狙っていきたいかなと思います。あとはペペ選手ですね。この方も狙っていきたいと思います。超強化されて総合値90で登場してくれたペペ選手もね、当たってほしいかなと思います。レベマ総合値が94まで上がりまして、スキルとディフェンスの能力が高くってね、ビシャンが86、85までレベマにしたら上がります。バランスの良さそうな選手なんでね、当たってくれたら嬉しいかなと思います。今週のライブアップデート B なのでね、スタメンの可能性ありかなということで、ペペ選手も狙っていきたいと思います。続きましてルーベンディア選手ですね。センターバックのこの方も狙っていきたいと思います。最強センターバックの選手の一人だと思うんですけれども、レベマ総合値が97まで上がりますと、フランダーパスがレベマ87、スケジュン86、85、ディフェンス能力は全て95以上まで上がってくれますということでね、ぜひ当たってほしい選手です。ルーベンディアス結構ね、使ってて思うけどめちゃんこ強いのでね、来てほしいなって感じで、まあ、この4人をね、狙っていきたいと思います。7番が来てくれたらロナウドということで、歓喜のね、舞をしたいと思うんですけれども、1連目やっていきましょう。いきます、1連目、せーので、さあどうだ、4番か3番来てくれたらセンターバックルーベンかペペなんだが、7番来てほしい、頼む。右足、3番ペペだね。ありがとうございます。ペペ選手のね、リアルのサッカーのプレースタイル結構好きなので、来てくれたのは嬉しいです。ありがとうございます。ということで2連目引いていきたいと思います。せーので、さあどうだ、マジでロナウド来てくれ、マジで頼む。結構普通にね、使いたいんだよね。スタメンロナウド入れてますので、右足、横顔でわかるこのロナウド、めっちゃ嬉しいな。ありがとうございます。やばいな、めっちゃ嬉しい、やったー。ということで、めーちゃんこ嬉しいんですけど、はい、即レベマですね。ありがとうございます。ということで、ポルトガルガチャすでに神引きじゃないか。久々にめっちゃ神引きできてる感じあるんですけれども、ではラストね、ポルトガル間違えた、ポルトガルの方引いていきたいと思います。せーの、ドン。4番のルーベン来てくれたら嬉しいけど、ペペ味があるな、これ。これペペだな、ペペだな。ありがとうございます。まあまあ、かぶったな、ペペかぶってくれました。ということで、ペペ、ロナウド、ペペですね。ペペのサンドイッチということでね、ポルトガルの方はね、結構いい引きができたんじゃないかなと思います。続きましてね、スペインの方を引いていきたいと思うんですけれども、まあ、ポルトガル結構いい引きができたのでね、スペインの方もいい引きをしていきたいなと思います。個人的にはね、めっちゃ当たってほしいっていう選手はそこまで今回はいないんですけれども、スペインもね、結構強い選手がたくさん登場してくれているので、引いていきたいと思います。まずね、見ていきたいのは DMF のこの選手、ロドリ選手ですね。レベルが31まで上がるということで、レベマの総合値97となっております。今回パスが上手くなって登場してくれましたね。最近は DMF のプレイスタイル、アンカーをね、置くことにしているので、当たったらちょっと使ってみたいかなと思います。数値を見ても結構強いですよね。ロドリ選手を狙っていきたいと思います。続きまして狙っていきたい選手がこの方、モラタ選手ですね。スパサブモラタ選手を狙っていきたいと思います。レベル1で91ってことでね、私が持ってるモラタ選手
選手より総合値が2位高いので強化されてますので、ぜひ当たってほしいなと。スパサブモラタ選手も狙っていきたいと思います。まあ、ブスケツとかね、ラモスとかも来てくれてるんですけれども、あとケパとかね来てくれてるので、まあ、誰が当たってくれても嬉しいのは嬉しいんですけど、ロドリ、モラタ、この2人をね狙っていきたいと思います。それでは1連目やっていきましょう。1連目一斉のデッド。さあどうだ、16番ロドリ、7番モラタ来てほしいけど、クニエフピーの演出かっこいいね。右足16ロドリ選手。あれ、めっちゃ神引きじゃね。マジか、ありがとうございます。身長が191センチ、でかいなぁ。 DMF のね、この選手、安価な選手ですね。いやー、来てくれたら嬉しい、ありがとうございます。ということで続きまして、モラタ選手をね狙ってやっていきたいと思います。では2連目一斉のデッド。どうだ、左足ということは17番、ファビアン・ルイス選手来てくれました。ありがとうございます。あー、ちょっとマークしてなかったんですけれども、23歳の方ですね。ありがとうございます。スキルも結構いいの持ってらっしゃいますし、ファビアン・ルイス選手数値見ても強いと思うので、来てくれたの結構当たりっていうか、もうスペインのガチャは誰が来てくれても当たりなんだけどね。ありがとうございます。ってことでラスト引いていきたいと思います。もらった、来てくれ。ラスト、せーの、ドン。もうマジでね、クニエフピー最近楽しくて、月曜日がめっちゃ楽しみなんですけど、右足、何番だ？お？ブスケツミ？ブスケツミ？ブスケツミがあると思ったらブスケツだ！ありがとうございます！いやー、嬉しいですね。ブスケツもね、DMF のアンカーの選手なんで、ちょっと使ってみたいかなって思ってる選手ではあるんですけれども、ありがとうございます。いや、ブスケツ選手もね、強いのでね、ありがとうございます。ってことで、スペインのガチャはなかなかいい引きができたかな。まあ、狙ってたモラタ選手だけ来てくれなかったんですけど、ロドリ選手来てくれましたし、ブスケツ選手もね、ルイス選手も来てくれたので、なかなかいい引きができたかなということで、続きまして、ラスト、こちらのね、ドイツのガチャを引いていきたいと思います。このドイツのガチャが一番ね、Twitter とか SNS で結構話題になってるガチャかなと思うんですけれども、来てくれたのが、このね、ベルナー選手が来てくれたということで、ウィール史上初の FP でね、登場ということで、興奮しますね、本当に。Twitter とかでも結構話題になってますと、チェルシー移籍が決まったということで、ウィール2021では今よりもね、FP で登場してくれる可能性が高くなるのでね、嬉しいですね。2020発売してすぐに当たった選手で、めっちゃ使ってました。ベルナ強くねっていうね動画も出した気がするんですけど、結構前にベルナ総合値が98まで上がりまして、決定力が96まで上がります。スピシュンがカンストしてくれまして、ボディコンが95まで上がってくれるということでね、まあ、ベルナ選手使ったことある方は分かると思うんですけど、独特の裏抜けをね結構してくれて、シュートも安定力があるので、結構ね私的に使いやすかった選手なんでね、来てくれたら嬉しいなということで、ベルナ選手狙っていきたいと思います。あとはギンター選手ですね。ギンター選手もなかなか FP が全然ね来ない選手ではあるんですけど、2回目の FP 登場で、前回よりもね総合値が1アップしてくれて92で来てくれましたと。レベマ総合値が97まで上がりまして、グランダーパス96、フライパス94、スペシュン87、83まで上がりまして、ディフェンスセンスカンストしますと。ボールダッシュが93で、アグレッシブネス90まで上がります。結構ね数値をずらずら言っちゃったんですけれども、まあ、めちゃめちゃ強化してね今回来てくれてるということで、最強のねギンター選手センターバックだと思うんで当たってほしいですね。あとはニャブリ選手ですね。バイエルンのニャブリ選手、この方も来てほしいなと思います。私ねノーマルしか持ってなくって、過去一の総合値が高い今回の FP なんでね、当たってほしいかなと思います。ということでドイツのガチャはベルナー、ギンター、ニャブリ選手狙っていきたいと思います。では1連目やっていきましょう。ベルナー絶対来てほしい。一斉のデッド。9番来てくれ、ベルナー頼む。マジで使ってみたいんだよね。結構前に使ってて思い入れもあるので、右足、黒人の方、5番、あ、ヨナタン・ター選手ですね。ありがとうございます。センターバックのヨナタン・ター選手、結構ねター選手も結構強いっていうのはリスナーさんから聞いてたりはするんですけれども、ビルドアップの選手ということで、ありがとうございます。体めちゃめちゃ強いですね。はい、ということで続きまして2連目引いていきたいと思います。いやー、ベルナマジで頼む。これベルナ来てくれたら本当の神ガチャになります。では2回目、一斉のデッド。右足、21番。この方なんて名前だ
っけな、あ、ギュンドアン選手だ。ギュンドアン選手来てくれました。ギュンドアン選手も強いんだけどな、今回ちょっと狙ってないということで、やばいぞ、ちょっとラストだぞ。ベルナマジで来てほしいんだけど。ではラスト行きましょう。ベルナマジで頼む。せーので、ベルナ頼む、マジで頼む、本当に使ってみたい。行け、足、あ、誰だ、マジかー。ギュンドーアンにかぶりですね。いやー、なかなかにドイツのガチャ渋いな。ありがとうございます。悲しいな、ベルナ選手来てほしかった。今回のガチャはね、ここまでにしたいと思います。なかなかにいい引きができたんじゃないかなと思います。ってことで、ご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね。